二代アバコーン公、第二代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンは、イギリスの貴族。ガーター勲章勲章師、バス勲章コンパニオン勲章師、アイルランド枢密顧問官。第二代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンと、その妻で、第六代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルの娘である、ルイーザ・ハミルトンの間に長男として、サセックス州ブライトンで生まれた。 1868年に父親がアバコーン公爵に上されるまではハミルトン子爵の1868年から自身が就職するまではハミルトン公爵の儀礼称号で称された。ハーロー公を経てオックスフォード大学クライストチャーチで学び、1860年に学士号を1865年に修士号を取得。 1860年から1880年まで、ドニゴール県選挙区選出の保守党、所属庶民委員議員。1863年、ティロン県の県長官に任じられる。1865年には、デンマークオークリスチャン旧姓に、ガーター勲章を授与するための特使として、デンマークへ派遣された。1866年から1885年まで、 ロード・オブ・ザ・ウェット・チェンバーとして、1886年から1891年まで、グルーム・オブ・ザ・ストールとして、ウェールズ皇、アルバート・エドワード王子に仕えた。1885年に、父親の死去により、借位を相続し、加えて、父親が就任していたドニゴール検討官や、フリーメイソンのアイルランド・グランド・ロッジの団長を、引き継いだ。1887年、 アイルランド数密顧門館に列せられる。1901年にはエドワード7世の即位を伝える特使としてデンマークスウェーデンノルウェープロイセン戦を歴訪し、翌1902年に行われたエドワード7世の戴冠式においては大芝を務めた。1865年にバス勲章コンパニオンを、1892年にガーター勲章を授けられた。他に、 デンマークから、ダンネーブロ勲章を、ロシアから聖アンナ勲章を、オーストリア・ハンガリーから鉄管勲章と、レオポルト勲章を受勲している。ロンドンのグローブナースクエアで肺炎のため73歳で、死去し、ティロン県ニュータウン・スチュワート近くのバロンズコートに、葬られた。初代ハウ伯爵、リチャード・カーゾン・ハウの娘、メアリアンナと1869年1月7日に、 ロンドンの成城寺協会で結婚したウィキメディアコモンズには第2代アバコーン公爵ジェームズ・ハミルトンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。